今日は浅草橋にあります日本文具資料館に来ました。歴史ある文具がたくさん展示されているということなので、楽しみです。では中の方に入っていきます。を勉強しました。これから文字をもっと勉強したいなという思いに駆られました。それではまた皆さん、次回にお会いしましょう。